朝日です。12月の24日、池袋ミクサさんでのチェキを買ってくださって皆さんありがとうございます。名前やんないきます。はい、まずはじめぴょんありがとう。チェキ買ってくれてありがとうございます。クリスマス当日2日ともライブやっての珍しくて楽しかったです。でこの日はできなかったんですけど、今日も素敵なクリスマスを過ごしてましたか？なんか幸せに過ごしてくれてたらいいなと思いながら次を書きました。今回も買ってくれてありがとう。はい、そしてお次ミキトありがとう。一緒に幸せになろうチェキということで、慣れた？なんかこの日の衣装がめちゃくちゃ刺さったみたいで良かったなと思います。見に来てくれてありがとう。チェキも漏れてるので楽しみにしててね、ありがとう。はい、そしてお次トシ君ありがとう。アテンボーのサンタさんのリクエストありがとうございます。ちょっとね意味が分からなくなっちゃったんですけど、まあまあ喜んながらちょっとでもね笑ってくれたら嬉しいなと思います。ちょっとねちょっともうすでに時差がすごすぎて、正月にクリスマスチェキ書いてるのちょっと気持ち的にしんどかったんですけど、でトシ君に喜んでもらえると思って書きました。いっぱい喜んでください、ありがとう。はい、そしてお次リクありがとう。チェキ買ってくれてありがとう。いやこのねなんか怒ってる風チェキめちゃくちゃうまくいったと思うから楽しみにしててほしいね。サンタさんとヘッドドレスが合うと思わなくてめちゃくちゃ悩んだんだけど、つけてよかったなと思いましたね。今回のサンタさん衣装も刺さってるといいなと思います、ありがとう。はい、そしてお次セイゴありがとう。チェキ買ってくれてありがとう。なんかサンタさんプレゼントアサリが欲しいみたいなこと言ってたんですけど、もらってくれるんですか？逆に私さんめっちゃめんどくさいですよ。本気でめんどくさいんで覚悟持ってきてください、ありがとう。はい、そしてお次藤メタルありがとう。サンタさんクリスマスハートポーズということで、クリスマスハートちょっとわからんかったけどハートにしちゃった。普通のあったかな、ごめんね。今サンタさんやからクリスマスってことでやらせてください。なんかこういうちょっとなんていうのか、ちょっと時代感ある朝日さんも好きになってもらえたら嬉しいなと思います。ちょっと念願の金髪なんで許してください。黒髪好きやと思うけど、ありがとう。はい、そしてお次おひらちゃんありがとう。なんか多数の時期もいっぱい買ってくれてありがとう、めっちゃ嬉しかった。どうですか今回のサンタさん、刺さったかな、可愛かったかな、ちょっとでも可愛いと思ってもらえたら嬉しいんです。最近ねライブでねたくさんおひらちゃんがねいてくれるから本当に嬉しい。なんか目合ったらこっちが頑張れちゃうから、これからもたくさんね遊びに来てください、ありがとう。はい、そしてお次てるくんありがとう。配信で見てるよみたいな感じだったと思うんですけど、どうだった？ちょっと配信を自分で見てないからちょっと分かんないんだけど、可愛く映ってたらいいなと思います、思います、思いました。どうでしたかサンタさん愛称、あんまりね見慣れない感じだと思うんですけど、可愛いって言ってくれたら嬉しいです、ありがとう。はい、そしてお次もおときありがとう。グッとくる1枚をくださいということで、グッとくると思う。もうこの日はね絶対領域が完璧だったので、楽しみにしてくれると嬉しいです。で直接ね見てもらいたかったんですけど、もときさんこの時お仕事頑張ったってことで毎日毎日本当にお疲れ様です、ありがとう。はい、そしてお次るちゃんありがとう。ちょっとね横顔撮ろうと思ったらミスって斜めでした。ごめんね、ちょっと顔が見えなくなっちゃって、なので横です、あ斜めです。許してください。今回もチキ撮ってくれてありがとう。どうでしたか？ちょっと人形さん感がある方がいいかなと思ってこういう構図と落書きにしたので、喜んでもらえたら嬉しいです、ありがとう。はい、そしてお次あっちゃんありがとう。チェキ買ってくれてありがとう。なんかニコニコなチェキ送ること多いかなと思うので、今回は真顔です、真顔です。あんましねなんかこうチェキでさ汗普通の顔しちゃうとなんか怖くて自分の顔が嫌になっちゃうので、あんましやらないんですけど、嫌だなと思って受け取ってもらえたら嬉しいです、ありがとう。はい、そしてお次みーちゃんありがとう。チェキ買ってくれてありがとう。みーちゃんはクリスマス楽しく過ごしてましたか？なんかみーちゃんの手元にねちょっとずつねこれから朝日のチェキがね届いていくと思うんだけど、なんかその事実がもう嬉しくて嬉しくて仕方ないです。ありがとう、たくさん眺めてくれたら嬉しいです、ありがとう。はい、そしてお次みきちゃんありがとう。チェキ買ってくれてありがとう。どうですか、どうですか、こういう朝日さんもありだなって思ってくれたら嬉しいです。
クリスマスチェキを、ね、送るのが今年初めてなのでちょっと落書きとかも頑張ったので喜んでもらえたら嬉しいなと思います。ありがとう。はい、そしてお次、ルーありがとう、実家ってくれてありがとう。じゃーん、朝日さんの大好きなヘッドドレスをつけました。嬉しい。派手髪でね、やっとつけれると思ってね、めちゃくちゃテンションが上がったのを覚えてます。やっぱヘッドドレスは派手髪しか勝たんのでね喜んでもらえたら嬉しいです。ルーもね、派手髪の朝日をだんだん好きになってくれてるってことで今回もぶっ刺さりしてくれたらいいなと思います。ありがとう。はい、そしてお次、あやちゃんありがとう、初席ありがとう。初席がまさかのクリスマスでごめんと思いながら書きました。はじめましてもしに来てくれて本当に嬉しかったです。ありがとう。あやからいっぱい朝日のことを考えてくれてるんだなっていうツイートをしてくれてるから本当に本当に嬉しくて仕方がないです。なんかもう、なんだろう、出会えてよかったって思ってもらえるようなアイドルになるのでぜひこれからも会いに来てください。届くの待っててね。ありがとう。はい、そしてお次、まさやありがとう、実家ってくれてありがとうございます。どうでしたか？なんか大阪のサンタはお姉さん感ある感じにしたんやけど、今回はどうだろう、何これ、何系って言うんだろう、わかんないんだけどこんな感じにしました。可愛い感じこれでもね、なんかなんだろう、ドキドキしてくれたら嬉しいなと思いますね。25日朝日はライブしてたけど、まさや何してましたかまた今度チェキ、なんかチェキじゃないわ、物販で教えてください。ありがとう。はい、そしてお次、梅間さんありがとう、朝日のチェキも買ってくれてありがとうございます。嬉しい。何、クリスマスプレゼントで買ってくれたんかな嬉しいです、本当にありがとう。どうですか、派手髪になった初日のチェキやったんですけど、1ヶ月限定なのでこれもう買ってくれたのは本当にレアだと思うので、ちょっとよく待っててください。ありがとう。はい、そしてお次、マイマイありがとう。じゃあヘッドドレスさんでした。配信見てくれてたんかな、どうだろう。ちょっとね、会える機会も少なくなっちゃったので、配信とかでたくさん朝日を補給してくれたら嬉しいなと思います。朝日もね、マイマイのツイートから頑張ってマイマイを補給してるのでありがとう、チェック買ってくれて。はい、そしてお次、ユーありがとう、実家ってくれてありがとう。朝日サンタが愛を届けますよということでハートのポーズにしました。どうですか、派手髪朝日さん初日ですね。なんか前とは違って顔なじみがいい感じがするので、前よりね、今回の朝日さんも好きになってくれたら嬉しいです。ありがとう。はい、そしてお次、ケンタロウありがとう、2枚も買ってくれてありがとうございます。しゃがみハートポーズということで、やっぱスカート衣装やからしゃがみがめちゃくちゃ可愛いなと思って、ナイスリクエストって思いながら書きました。今回も頼んでくれてありがとうございます。前回のなんだろう、あやねさんのバックダンサー衣装とは真逆の可愛い系になったのでね、楽しみにしてくれたら嬉しいなと思います。多分派手髪チェキ初めてだと思うよ、どうだろう、見慣れないと思うけど、これも朝日さんだと思ってくれたら嬉しいです。ありがとう。はい、そしてお次、なっちゃんありがとう。はい、なっちゃんの好みの派手髪さんになりましたよどうですか、可愛かったかな、なっちゃんに褒めてもらえるのが本当に生きがいなんで、これからもたくさん朝日を褒めて甘やかして生かしてください。ありがとう。はい、そして最後、てったんありがとう、チッカってくれてありがとうございます。今年もね、たくさんいろんなサンタさんを着れて嬉しいです去年はね、1回だけだったので、今回そう考えたらいろいろ着れてるなと思って、いろんな、ね、たくさんいろんなコスプレを着てる朝日さんを見てくれて嬉しいです。そしてね、チェキっていう形に残してくれるものも買ってくれて本当にありがとう。今回のもね、届くの楽しみにしててください。ありがとう。はい、12月の24日、池袋ミクスさんでのチェキを買ってくださった皆さん、ありがとうございます。ネクスト